いやジャクタがいらんこと言うたすごいことなあ笑福亭激震そうやで、2月の14日ね、弟子入りした日ですよ。そうですね、ね、それを言うたらジャクタがね、うん、淀川という俺 の, あの大学時代の連れが来てるんですけど、もう長い付き合いですけどね、うん、僕はそう思ったことないんですけど、はい、まあ、歯もなくなって入れ歯入れて、はい、でその辺もちょっと似てるんですけども、はい、パッと見たら俺はそんな思えへんかったけど、はい、もうジャクタが諸葛亮に似てはりますね、俺ね、俺もね、あーって乗ってる、うん、諸葛にしか見えちょっとなんか体重関係変わりそうですね。似てる似てる、似てますね、似てんね、言われたらその通り、髪型の、髪型の感じは似てますね、髪型の雰囲気とか似てる、髪型とかね、でも仲良しなんにはそういうのもあったかもしれないですよね。いやいや、いやいや、あの昔から似てたわけやないから、40何年付き合ってきて初めてジャクタに言われて初めて思ったよ、ほんまや似てるわ、あんな感じの方やったんやな、師匠って、諸葛師匠、僕らお会いしないじゃないですか、うん、6代目師匠に、そうか、そうです、いやいや、だから淀川さんみたいな感じじゃない、いや、あんなちゃうよちゃうよ、諸葛亭全員が怒りますけど、ね、意味が変わっちゃう、でもね、顔自身は似てます、いや今笑ったところもね、あ、じゃあ淀川さん見て僕ら諸葛亭諸葛を思い出せばいいんですね、いや、そう思い出す、空っぽやん空っぽやん重み全くなし、そうそうそう、うん、ほんま、びっくりしたわ、もう見れないわ、淀川を淀川を見れない、ほんま見れなくて、今日それで墓参りしてきたよ、余計やわ、ほんまそれでなんか呼ばれたんかもしれない、あ、呼ばれ、うん、よう来てはんのは師匠が呼んではったじゃん思い出せよが思い出せ、わしのこと忘れてないやろなって、ちょいちょい淀川さんに会えるのは嬉しいですね、なんで淀川を知ってよう話し、まあ、まあ俺からね、ヤンタンリスナーね、よく出てきてますからね、よう聞いてましたし、うん、それはもうパペポンもよう見に行ってましたしね、だからヤンタンでっていうかね、まあここであれなんですけど、米朝師匠ところのね、はい、海岸南座であるいうんで、はいはいはい、あの行きたいと、はい、ね、それで歩いてたんやけど、はい、ポスター見て、おこのポスター貼ったある言うて、はい、あのね、あの文楽のお化け大会やったんや、はあはあ、竹のなんかお化けみたいなのが米朝師匠に見えたんやな、はい、お前なこれ文楽や文楽やでと、はいはい、お前そんなバカなこと言うことだよ、分かるやん、文楽って書いてる、文楽って書いてあるしね、うん、中に人竹のこんなお化けみたいなのそれが米朝師匠に見えたやついろいろ混ざっちゃった頭おかしいんだよ、面白い、ああでも顔は似てる、顔は似てる、うちのおやすさん似てるし、あんな、いや頭の感じも似てね髪型がね、おちょっとうちのおやすさんのあのあれちょっと出してみて、写真をね、もう本当に頭の感じ、そう言われてみたらどんどん諸葛亮に見えてくる、見えてくるやろ、レコードのジャケットに見えてくる、ジャクタ一瞬にしてそう思った、いや思いましたね、いやありがとうございます、そんな礼言ってもらうほどのことはないですけどいや今日それでね、はい、そのまあアホやね、俺のそんな墓参り行ったよ、はいはいはい、墓参り行ってずっと行ったんやけど、あ、線香とろうそくとね、はい、あの忘れたもん、で笑福亭のもあんねんけど、それは笑福亭のも他の人が参るときに使うから、もう俺忘れたな、ほんで線香とろうそくを買いに行ったんや、はいはいはい、ちょうど谷町筋のとこ、で仏壇って書いてあるとこ置いて、で、あのなんていうの、あの停止のあのパッと押して、あの車乗ってるから、はいはいはい、ハザードかけて、ええ、ザーッと入って、もういいすぐやんか、はいはいはい、おっちゃん、いやすいませんもう今って言うたら、はい、あのなんかもうそそくさと自転車でバーッ逃げていかはって、いや俺の顔見てアピールさそうかな思ったんや、はいはい、許してくれよもうもうさ、こそくでしたよね、バーッ絶対ダメだけど、ね、絶対許してくれへんけど、バーッとやったら向こうも、もう俺の顔も見んとブワーッ、あれなんであらん逃げてるか不思議なこともあれちゃいます、ね、その緑のおじさんも、うん、緑の方も、緑の方って言ったらいいの、何て言ったらいいんでしょうね、あの人たちもそれでまあまあ恨み、逆恨みされてどつかれるみたいなことがあるから、ね、あんのかも、いやでもあるでしょ、ね、スラムとかやったらかわいそうとかね、そうそうそう、だから言い張らへん間してるから、それを現場見られたらもしかしたら逃げるっていうマニュアルになってるかもしれませんよね本人たちはね、いやほんま、ね、うん、めちゃめちゃ腹立つでしょ、でもされたら自転車飛び乗ってブワーッ逃げていかがったよ、だから何かされたんかな、ひょっとしたらそうかもわかりますよね、マニュアルなめっちゃ腹立たれたの見ますもん
だからそうやろな、うん、それがあの警察官の方に言われたらあーってなりますけど、そうそうそう、普通の監視員さん、ね、駐車監視員の、ね、仕事、淀川がねその駐車監視員になろうとしとったよ、今もでさもう言うたらもうええ年ですからもうね、ああ、後期高齢者ですからね、うん、だからもうそれになろうとしたんやけども、うん、ならなかったんやね、へなんでなんでならなかったんならなかったんですか、ちょっと入ってきてください、ちょっと入ってきてください、 なんでああの諸角さんの写真持って入ってきてください、はい、似てるな、一緒に来ました、写真も一緒に来ました、はいはい、あのあにをそっち行ってそっち、そこいつセクハラするから、ね、すぐするから、ね、はい、ちょっと似てる、似てん、ね、この顔してみな、うわあ、ちょっと似てる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 、これも似てる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 、えほらこれ似てる、これこれジャックったえらいこと言うんだよ、淀川さん似てる、めっちゃ似てる、淀川さん、淀川さん、すみません、ちょっとラクダやってもらっていい、似てるかも分からへんから、似てるよ、芸風まで似てるよな、めっちゃ似てます、お前ちょっと稽古つけてくれるかやってや立場つける立場やし、お前着物着て座ってたらちょっと俺緊張するわじゃあ今度は水前落語会で特別ゲストで、ほんまに似てきてるよこいつ、どうしよう、会うたびにこれずっと持ってはったらどうしよう、そうですね、本当によく似てる、いやいやそんなんじゃない、お前係員になろうとしたやろ、あそうだそうだ、あなろうと思ったよ、僕の性格に合うてる、その先ほど言われた、ね、こいつね揉めたりほんまに駐車禁止ばっかりしてきよって、もう今までどれだけ国にあるんだか、そんな人間がなるなよ関心それがね、今まで恨みよ、もう引退して2年前にその、うん、ネットで見るとね、うん、うちのやつが65までってなってるでと、うんうんうん、それね免許取るのに3万円いるんですよ、で3万円ね63、4でね取って、うん、もう1年で飽きません言われたら何しりゃ分からないし、なるほど、あの周り見るとね70近くまでいてるはる人もおるんですけど、それは十数年前からやってはる人じゃないんですかね、まさかのお前に、いやお前に聞いてんねん、それは僕の勝手な想像ですけど、だから何十年でやってる人がもう70近くなって、だから僕ら新しく入ったらもう65ぐらいまでね、ところが取ってもね民間に移管されるから、もうすぐ仕事が あると思わないでくださいってね、それはもうあのいわゆる公的なね、うん、あれやから警察は、わかりました、どうも失礼しました、お前ないやほんまに思った以上によく喋るっていうね、よく喋るし、一応プロの喋りの会っていうかね、一応仕事ですから、そうそうそう、我々もねよく似てはる、似てる、似てるのは確実に似てました、似てたよ、お顔はよく似てらっしゃる、比べたら、いやでもほんまになんかそんな感じでしたね、ガーやって、すごい衝撃的、本当、ね、本当着物着てです、長い付き長いこと付き合ってるけどうちの師匠に頭の感じも似てんね、うん、背格好も似てるんです、背丈は背丈でしょ、これもね、あのこっちから見てください、うん、あお前逆から見たらめっちゃ似てるわ、逆から見たら見てる、反対にして見たらもう本当か、お前ぴゃ頭なうらしてくれ違うでしょ、逆でしょ、逆でしょ、逆、いやすごいなすごい、俺こんなもん、そう気づくのもまたすごいですね、すごいな、お前一瞬言うたから、はい、な冗談で言うてんねん、はい、パッと見たらおやっさんに見えたから俺びっくりしたわ、一瞬で墓参り行ってきたやろ、そうですね、えって思って一瞬怖かったわだから初めて僕お会いしたのでそのな純粋に見れたのかもしれない、僕らも淀川さんとイメージがバイアスついてますから、いやもうそれしか見えへんわ、えらいこと言ったなお前、これから飲むたびにちょっと緊張しちゃう、変な気持ちになりますよ、いやいや男でよかった、俺好きな女がね、好きな女の人おったやで、ね、あの人が諸角師匠に似てまんないと、もうそんなもん何も無理やろ、偉い人好きになりますね、また諸角師匠似てるって言われる、女性でね、確かに女性でなかなか女性ではね、なかなかないですよ、なかなかないかもしれませんけどね、逆に興奮するかもしれませんけど、ね、不思議なもんですね、不思議な人やなあいつ、面白い人やな、今日ねすごくびっくりしたのは、はいはい、うちの近所に祝賀学園っていうあの、はい、あの高校がある、はいはい、あれいつから穴になったんか知らんけど、はいはい、もう俺は女神山から降りてきたからそっちへ行かなかったんやけど、今日あることでずっと上へ行きて、あ祝賀学園やと思ったらもう運動場が全部マンションになってんの、うん、その
土地を売って土地を売ってなんかあったんやろな、あれ筑波学園なんかあったんじゃん、まあ、まあ経営がなんかっていうことですかね、経営とかなんか今少子化やし、いやいやそんなんね、ほとんどあれで、ほんでこう運動、あこうスポーツ盛んやねん、めっちゃ、はいはいはい、めっちゃスポーツ盛ん、はいはい、あのテニスもそうやし、はい、それ有名なテニスもそうやし、新体操もそうやし、そうなんや、そうやろ、それでバスケットもすごいしやな、柔道もすごいし、うんうんうん、ね、で、まあ、陸上もすごかった、うんうん、あれへんでスクラウンドが、なんか別のとこにとかでまあまあそういう学校ありますけどね、いやいやいや、うん、第二グラウンドみたいな、ちょっと前にニュースになったような、なってたやろ気がします、じゃあ運動場ポートアイランドに移転しているみたいですね、ポートアイランドに移転したの、もう完全に2013年ちょっと前ですけど、学校ごとってこと、いや運動場だけ、学校ごとですか、運動場だけじゃなかった、えら遠いね、確かにね、宿側じゃないやんって話あ短大が移転したんですね、短大やろ、でこういやいや高校やんか、で高校は全部マンションやだね、もう校舎もなくなってるような、校舎はあんねんけ けどで前回ったらあの本当に箱庭みたいな、へあのあれやったで、運動場やったね、まあシャトルバスとかを出してこう何かね運営はしてるんでしょうけどね、その東京グラウンドやなんかをね、まあ、強い運動部がこう第二グラウンドとか ね、うん、あの野球場に面あるなんかしてるんでしょ、あれショック受けたわ、絶対なんかあったんちゃうかなと思う、まあ、経営がっていうことなんですかね、まあ今少子化でちょっとね、まあ、学校系大変やって言われますね、男女共学になったりとか、ほんま僕の育英も男女共学になりますからね、うちなんかもう並高が男女共学やで、あれちょっと本当に悔しいですよね、並高男女共学やったらな、女子がガッツそれ込み入れとったやっぱり並高の並高の伝統ですからね、伝統なんですね、それが反り込みが伝統なんですね、そうそうそうあれびっくりしたわ、あんなことになってんねんな、ですよね、ジャクターはどこやねん、学校高校は、高校は奈良の智弁学園、あ、智弁、まあ、賢いですからね、賢いやんか、野球で、うん、あの、いや、智弁賢いかな、すごいな、あれ、和歌山の智弁もあんねやろ、和歌山にもありますし、うん、奈良に2つあるんですけど、まあ、一番本家というか本店が奈良県五条市にあって、まあ、僕、うん、五条市出身なんですけど、うん、もう家の近所にあって五条の智弁学園、うん、はい、で、そこ行ってな、優秀な学校ですよね、そう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 、うん、まあまあまあ並子もそうやけどね、まあまあある意味ね、芸能、はい、芸能スクールみたいなところ、芸能スクールやね史跡で卒業されたって話は聞きました、そう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 、よう頑張ってね赤いが後からついてきよって、はい、いやいやよう頑張りましたよね、みおちゃんは高卒、大卒、大卒です、俺は大学行ってました、大学に行ってたの、はい、京都立花大学、あ、はい、もっとここは女子大だったと、俺女子大だった、ね、俺でも立花、俺今でもあの立花の学祭で一番自分がカーってもうつるべ話でドーン行ったいうのね、はい、立花のあの大学やって、まあまあ大体受けるよ受けるけど、そうじゃなくドーンって言った立花の大学、ね、のあのなんかちょっと坂なんかちょっと入っていったところの坂のとこやな、仏教系の大学ですよね、仏教系じゃなくて仏教系かな、違いましたかね、そんなんえ今共学、共学、みんな共学やな、めっちゃ女子大っていうイメージで、ねね、私の年から共学になって、ね、はい、男もおったわけや、いました、じゃあもう初めから共学やから、まあ、普通にね、はい、あんなん共学になったらどうすんねやろな、自分とかどないなってんの大学は、大学は高校はもともと男子校やったのが、私らの何個か前の人の時から共学になった、あ、そうや、ね、どこやの、外大西校、ああんだ京都西校やね、そうです、もともと西校は男子校やったんで、あ、ほんだ神岡龍太郎さんとかね、そうです、宮川大輔さん、はいはいはい、ね、いやそうなんや、片岡、あのこれ仁左衛門さんね、あ、そうですか、なかなかそんな人もいいですね、そう思うとね、うん、そんなとこもよく入ったな、新体操で、あ、なるほど、新体操ね、素晴らしいことですね、じゃないと入れませんでしたね、へほんだら外大も行こう思ったら行けたんや、行けません、絶対行けません、外大って国立じゃないですか、外大は、クラスがあの英語コースと普通コースっていうのがあって、うんうん、英語コースの上位何人かが外国語大学に入れるんで、もう英語絶対喋れなきゃいけないし、私たちはもう入った時点からそこに入れるレールはなかった感じです、
奥田よってアホなやつ言っきょったけどな勉強できたんですねそうですね、お勉強は得意だったんでしょうね、きっとサンバカトリオ言われてた奥田がすごいきょったん、なんでこんなアホなやつがっていうのたまにありますね。だからまあたまたまバット当たったんやろな、はい、いや僕の高校のね後輩でね、うん、あの落語書いてるんですけどね、うん、もう桂咲之助いうのがいるんですよ、うんうん、で師匠多分ご存知だった、あ、この間会いました咲之助さん、春之助兄さんの弟子です、うんうん、咲之助、まあ僕が知る中で一番アホな後輩なんですよ、めっちゃ賢いって言ってはりましたよ咲之助、はい、咲之助はめちゃめちゃアホなんですけど立命館行ってるんですよ、なんでやろ、わからないんですよそれがなぜなのか、だから俺は、ね、僕の学校で立命館行くってな、ま、もう1番2番とかじゃ行けないんですよ、いやだから俺はね、俺はまあ高校がそこやって並子やったんやんか、でまあ共産行ったんや、はい、だそこに共産ね、はい、共産のとこの受験の時に中学の時に転校、天王寺高校、はい、天王寺高校に行っとったやつがあの受験の時にパタッとおったお前周り回ったらほらったんか転校なんかすごいです、ね、めちゃめちゃすごいやん、ね、中学の 1,2 番やった、そうですね、そいつがバーッと見てえお前何してんねんみたいな、はいはいはい、はい、でもあるんでしょうね、何年回り回った、 逆パターンもある、逆パターンあったやろな、うん、偉かったで、そいつ、いやでもなんかアホの後輩が自分より A 大学行ってるってちょっとすごい同じ高校やのに悔しいなと思いますね同じね話し家になってんのにと、いやまた話し家になったんや、そういう、まあ、先の助がね、そこがアホやろ、まあ、アホですから、ね、だからそれ何がありましたか何が来ましたお、ウィキペディアの京都外大西高等学校のページのところに、うん、まあ、有名な出身者の名前のリストが載ってるんですけど、その中に田口真理さんの名前がありますね、すごいすごいすごいですね、うん、宮川大輔さん、大輔さん、小泉、あの宮川大輔、はい、今、小泉さん、桑原翔平さん、おお、岡龍太郎さん、そうですね、うん、すごいですね、すごい、そうそうたるメンバー載ってます、うん、田口真理載ってんの、載ってます、タレント、タレントと書いてありますね、あら同い年でもまだ他にタレントしてる子2人ぐらいいるんですよ、小泉英里さんも、そうですね、マジシャンの小泉英里さん、吉本、あの乳首のあれしてくれた、乳首占いの小泉英里さん、はいはい、すごい多いですね、めっちゃ多いな、ジャグダとか誰がおるのその高校、いやでもやプロ野球選手めっちゃ出てるでしょ、まあ野球選手は、あ、野球選手いますね、誰やな、山口っていうね、うん、まあちょっと前の近鉄の選手とかね、うん、あんまりそれもそっから活躍、僕と同級生ではあの福井っていう、まあ、巨人に行った選手はいましたけどね、それよう喋ったんだ同級生で、いややっぱあの野球する人は野球する人、うんうん、でスポーツクラス、ね、スポーツ科とちょっと分かれてますんでね、まああんまり交流はなかったですけど、はい、だから話しかなったんはもうお前だけやな、智弁出身では多分僕だけちゃいますかね、はい、うちらは、まあ、の泉秀がね、ああそうやし、ナミコーン漫才師もいますからね、ナミコーン、まあ、もちろん赤井も俳優、赤井はそうですけどね、まあ、一番の有名人が師匠ですからね、そうですよね、その後輩とかに当たるわけですもんね、みんな、ね、そうそう、みんな後輩ですから、一番最初になったんやな、あ、あ、そうやそうやそうや、あの人もそうですよ、わーれーいうあの吉本新喜劇の、え、ねね、でもう亡くなったんですけど、はいはい、あのお兄さんがそうやね、わーれーしてやってん、ね、してやってん、この人、この人は波子やわ、うん、で丹波師匠ってね、丹波丹後の丹波師匠も波子やったんや、うちだから波子上は多いよ、上は藤本義一さん、ああ、そうそう、それ藤本義一やろ、それはだから直木賞作家やんか、そうですよね、で春木悦美、あの漫画家のジャリンコチェ、はい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 、そうやで、うん、そうそう、だからなかなかそういうのすごい人がたくさん、うん、まあまあ言ったらエリートコースですよね、林家ペイ、あー、エリートコースさんもそうですよ、意外な、ナミコ、へー、ペイ師匠は話し家になるんですか、いやいや、林家言ってますから、落語やってるから無学出してよってずっと言ってはる、落語やってるから面白そうですけどね、室谷信夫さん、室谷信夫さん、室谷のお兄さんがそうですよ、ナミコですよね、すごいな、え、自分とか誰がいて、僕はあのプロ野球選手、元阪神の藤本選手、うん、藤本とか確かそう、あ、はい、あそうやな、あ、藤本や、あと、あ、育英やから多いわな、一番あれなんは、ゆあの柔道の篠原選手、ガバガバ、ガバガバさ、ガバって言うんですか、篠原がガバガバ、あ、なんか、なんか進撃の巨人みたいな、あ、あの人、あの人と、あと三代目タイガーマスク、ああ、
ですね。三代目タイガー金本選手、プロレスラーの、あとで、あとね、一番有名なプロ野球選手がちょっと名前どう忘れしてもらったんですけど、今西武ライオンズでキャプテンやってる一軍の人ですよ。誰、キャプテン、キャプテン、何やったの名前だって一瞬忘れた。思い出してほしいだよ。セーブライオンズ言わないかったら。セーブライオンズの一番。自分とか何やの。私はヒューガー学院高校って宮崎県の、ヒューガー学院高校っていう宮崎の。言いにくい高校やな。ヒューガー学院高校。ヒューガー学院。ヒューガー学院高校というところなんですけど。いないやろ。佐恵子さん。おお。ダルビッシュの。中学の同級生です。宮崎なんや。え、そうなの。同い年。え、ほんまに同じクラス。知ってんの。同じクラスで。どんな子やったの。あの子めっちゃいい子やで。すごく表街道の方でしたね。やっぱりもう華やかな。ああ、やっぱ人気もやってクラス。私はもうずっともう端っこの方にいました、ね。同級生同じクラス。同じクラスでした。え、すごい。席が横だった時。すごいな。言ったことないやん。サエコ。サエコさん。あんまりね、あれ。言うともう全然おおたらおおサエコみたいな感じ。いやにはならないです。私はもうなんか強されちゃっても、はい。でもなんか分からへんね。もしかしてそういう子の方がね。サエコ。知らないの。そんな喋り方は私したことない。でも佐恵子さんは福ちゃんのことももちろん知ってるわけです。いや、それは同級生という同級生。いや、分からへんね。意外と福ちゃんみたいなタイプを好きやったんかもしれないですよ。お孫さんそのあれか、あの高校のクラスの子にちょっと呼び捨てに組み子とかそんな呼んだことない。一切ない。一切ない。何々さんどない呼ぶの。女の子のことは高校の連れの時、まあ大体上の名前呼び捨てですかね。俺はだいたい下の名前とかあだ名やな。下の名前で呼んだことはないですね。下の名前の淀川なんか一回おただけ下の名前呼びはな。それは女の人にちょっとね距離感詰めれるからいいですよね。モテるんちゃいます。勝手に言いよるからな。これでまた名前間違いよんね。覚えとけよ。言うとこや。二葉はなんていうの、あの普通の名前は。本名は。本名ですか。下の名前ふみっていう。ふみさん、どんなふみちゃん、歴史の詩、歴史の詩、ああそっちのふみちゃん、ふみさん、ふみって呼んでいい？ふみはあかんでしょ、おかしくなるでしょ、みおになってます、それはおかしいでしょ、ふみはもうダメでしょ、そうどうなの？俺のこと好きなの？嬉しい、嬉しい、俺のこと好きやね、めっちゃ真っ赤なって言ってやんかな、知らんけど、ふみって、私高校ピュアちゃん、高校の時は高校の先輩の加納京子さん。おお、ええ、どこの、すごいところ、すごいところだ、加納京子、加納京子、ものすごいこの辺いっぱい油つけてある。やっぱり高校時代から油つけてたな。あ、でも全然知らん、知らんわな。え、関西ですか。はい、松陰東。はいはい、東高校、東大阪の、はい、あ、そうなんだ。松陰と松島と一緒、姉妹校ですね、松島さん。そうなんだ。松陰東高校で加納京子さんが東大阪出身なんですか。それは言うたあれね、あんまりな。めちゃめちゃなんかイメージがロサンゼルスですよ。びっくりした、ロサンゼルス。それにそれとうとう、あの LA でオマスやったんすね。ニオが言ってたオマス、あたい LA でオマス、オマニアは出身やからええねんけど、知らんかったな。加納京子さん、東、すごい、いろんなところでしたね。高校時代がそんな頭してたの？いや、長かったと思います。誰誰？あ、私ね。なんか高校時代が今みたいな感じになってますけど、高校の制服っぽいね。高校時代は例えばギャルをしていたとか、あ、でも意外な一面。で、なんかクラブやってたの？やってないです。あ、そう。ヤンキーやったとか、ゲンチャリ乗り回してたみたいなのはない。全然ないです。家が東大阪の？家は東住吉区なんです。あの実家が、はい、駒川なんか。ほんならもううちの近くやんか。そやろ、俺の実家の近くやん。はい。俺がそうやったからそこへ生まれた。どういう生まれることから操作できる。そんなファンになって生まれるところが遺伝子から。好きになる運命だったんで。駒川やったんかい。はい。ほんだら木村と一緒や、俺のね、駒川の同級生の木村と。駒川商店街、駒川商店街、あっこでよく正月のあのね、あの服買いました、おかんと一緒に。あ、そうなんですね。このパンツ履きやとか言ってね、31日はこのパンツと、これと50年以上新品を、ありましたね、新品を下ろすのはね、新品下ろしてない、ありました、そういう家ありますよね。でもね、パンツは必ず新しいの、散髪行ってきなさいとかね、散髪でパンツで朝これを着んねんで言うてね、家なんとかせえいう話。パンツなんとかする。毎年家新しいしてたら、家ガタガタ。パンツはええけど、家にしてくれば。そう、ずっと
新品を履く方やったの？新品履く方でしたね。なんか、はい、ええー、とこの子っぽい空気はある。何やったお父さんとか家とかは何やってたんですか？今でもお元気やろ？はい、そうです。元気。何やった？おいくつの？まあ、普通に働いて。お父さんおいくつなの？57とか。師匠と同じぐらいや。じゃあ、はい、そうです。師匠、お父さんと同じ年代にして。俺ずっと上やで。はい、だと50何倍かだいぶ上やな、お父さん。そうですね。何その、ごめんなさいね、あの男性のタイプは。やらしいこと言うな。まだ聞いてません。掘り下げるな。男性タイプはそれ年上の人が好き。その年上と関係ないね。昔から年上ものすごい。そんなんやねん。いやでもやっぱ不敬戦、不敬戦、年いってある人が好きな時期がやっぱありますね。ありません、そんな年いった人って。だって50とか60の人好きになってことでしょ。そういう時期がいつやったの？まあ大学生。そうそう、時期っていうのはあんまなかったかもしれないですけ、ね、ど、でも好きになった人が年ってのはなるほどね。それは正しいことでしょう。ジャブとは結婚してんの？僕結婚してます。え、じゃ奥さんはね、どんなんやの？優子の話ですか？急に。あの優子ね。優子さん。優子さんっていう。めちゃくちゃ綺麗。優、うん、はい、子はどこで知り合った？優子はね、僕の知り合いが落語界に連れてきてくれまして。そのパターンがあんねんな、はい、ちょっとなんかバツイチやって、優子がね、うん、でもちょっと塞ぎ込んでるやつ連れていくから頼むで言って言われまして、うんうん、で、わかりました言ってやって、うん、塞ぎ込んであった、塞ぎ込んであって、で、子供もいたあった？子供はいてなかった。出なかった。もうね、あっさり解散だったみたいな。ほんだらええやんか、ちょうど塞ぎ込んでんのやったら。そうです。塞ぎ込んでた。もうでも元気になられてる。塞ぎ込んでる人、お産集めてほしいわ。でも元気になって帰ってきたら。絶対元気になってるでしょうね。塞ぎ込む落語会ね。塞ぎ込む落語会。塞ぎ込んでる人、元気になるよ、落語聞いたらな。そうですね。ほんまやで。いや、ほんまそうですね。やっぱり。おもろいで、ね、楽をおもろいで、でも元気になって書いていただくの一番いい、一番いいじゃないですか。楽おもろいな俺の。いいじゃないですか。面白いんだから自分で言わなくても。どやのに俺の楽を。めちゃめちゃ後輩にどやのことない、そんな人。あ、出た。あ、誰が来ました。うちの前田が参りました。前田、前田入れ入れ。明けましておめでとうございます。あ、そっか。2月過ぎとるやで。そうですね。もう2月14日ですよ。バレンタインデーですよ。バレンタインデー。バレンタインデーですよ。ハッピーバレンタインですね。そうですよ。前田アナウンサー来ました。どういう日ですか、バレンタインデーってね。バレンタインはですね、女性が世の男性。違う違う、俺の入門日やねん。44。大事ですよこれは。何回も。クルーさんの入門日ですね。そうやね。はい、もちろん。入門日、45年目をスタートするわけや。おめでとうございます。だからまあ14年ですから、うん、30年違う、30年も、はい、言ってみえな、30年じゃん。お前もだいぶ違うな俺と。はい、私5年。5年。40年違う。40年違うね。40年違うとはもう何されてもええやん。まあ何されても抵抗する権利ないですからね。40年違うやったら。あるあるある。ふみ言うこと聞けみたいな、ね。そうそうそう。ふみ言うともお許されますからね。ふみ言うたらあいつ思い出すね。吉武さんですか。あの今インフルエンザ2回打つの注射1回で、その時期によってはそういう場合があるみたいですね。あんま打ったことないですね。なんで打ってへんねん。いや、ならないんですよね。なんでやる、人に迷惑かける。いやだから、ならないです。前田さんもならないって言ってました。もちろんならない。もうなったことない。僕なったことないですね。そういう人いる。俺もなったことない思ったんやけど、米朝首相が亡くなった日にインフルエンザだって。ありましたね。ありましたね。お通夜もあれも行けなかったんですよね。だからその前の日に行っといてよかったな思ってね。お通夜だけ行って、お通夜というか、お通夜のちょっと前ですね。あの一門しか集まってない時に行って、インフルエンザ誰かに、米朝首相に移ったんかも分からない。米朝首相のやつ、まあまあ、畳み分けみたいなもんでね。そうそう、インフルエンザになって、もらったんですね。僕は旅立たはったよな。最後にお前に頼むぞ、託されたのがインフルエンザだったんですね。そうですよ、それですよ。ならない。ならないですね。ならない。なります。なるやろ？はい。なった。
今年はまだなってないです。去年もなっ、あ、去年なったかな。生まれて初めてだった。去年なって、一昨日までは毎年。毎年。なんともなかったよ、別にインフルエンザ。だから熱が出たわけでもなくね。ただ、その時は、そうそう、仰天ニュースのコーチ行けなかった、枝ほら。ああ、ありましたね。それはもしかしたら、ワクチン打ってたから症状が軽かったんかもしれない。まあそうか、もしかしたらね。ないの。いや、私もなります、ね。なるね。なる派やね。はい、ならない。なる派。なる派ですね、私。なる派、ね。なる派です。なる派なのかな。なる派はやっぱりね、あのナイーブなんでしょうね。繊細ですね。いやいや、体の問題やからね。心やないからね。心しようでインフルエンザなるならない関係ないから。体やばいから。いや、ごめんなさいね、こんなバサバサ。風邪ひく前触れというのあるんですか。もうこれ引いたっていうのある。ありますね。どれどれなんでしょう。ちょっと喉チクッとチクッとくる。まず一番鼻がね、鼻、喉がくるね。くる鼻くる。俺はね、目がちょっと目しわ。はいはいはい。それもありますわかりますわ。確かにちょっとピクピクって顔とかもしだしたりとかしたら、あ、体調悪いなって。なんでそっから。前田さん何にもないよ。私はあ、でも私もやっぱ喉ですね。喉か。それは酒焼けじゃないですか。そうだからね、ちょっと分かんない時があるんですよ。じゃあ。愉快やな。匂いはない。匂い匂い。私も喉とかね、喉きますね。喉きます。お前何にもけ。いや僕でも風邪ひく前バカみたいに飯食うなりますよ。どういうこと。なんか治そうとする。いや分かんないですけど、バカみたいに飯食うだ次の日風邪ひくっていうあれです。濃いもう星なる。なんか腹減ってしょうがないなんでガー食べて次の日倒れるみたいな。へー。なんかでちょっとそこのなんていうかブレーキがバカになってしまうんですよ。だから口から入れなあかんよね。あれはもう絶対に栄養を口から入れる。点滴とかなんとかじゃなくてね。あ、そうなんよ。点滴、まあまあ点滴はね、食中毒の時はなりましたけど、あんまり病院好きじゃないですよね、病院が。行かなあかんで、翔平みたいに運ばれるで。いや、なんかね。運ばれあったんですか。翔平が運ばれて、年末に現れて、みんな俺や思って俺とかメール来たんや。倒れてないっちゅうの。ハワイで、ハワイで休んでるよね。休んでんの。の動脈解離でした。いや、そうそう、動脈解離。だからもう行かなあかんですよ。病院ね。まあ人間ドックは毎年行ってますけど。行ってんの。行ってます、行ってます。胃カメラ飲みましたよ。え、その年で人間ドック行ってる。いや、僕めっちゃ怖がりなんで、やっぱあの人間ドック、あの健康診断いけなかったりとかして胃カメラとかちゃんと飲みたいじゃん。ほんまは CT も全部切ってもらい切ってもらいたいって実際に切ってもらいたいんですけど、うん、CT はやっぱりちょっとね、あのすっごいお金かかるんで、うん、あのまあ、あのまあいろいろねあるんですけど、その健康診断と胃カメラとは自分のお金で。そうかそうか、怖いじゃないですか。ですよね、うん、若い頃からちゃんとケアしてるというの。そうそうそう、行くんやなかったいうぐらい健康ですけどね。お前でもあれやんか、そのレスリングもやってるから体の筋肉もやな、はいはいはい、あるやろし、まだあんねやろ筋肉。もうだいぶやりましたけど、でもね筋トレしたらちょっとまた戻りますね。やってんの、覚えてるんですよ筋肉。ジャクダはそんなやってんの筋トレみたいな。筋トレはもう全然やってないです、ね、スーパーインドア派ですか。スポーツやりそうな感じ。スポーツやりそうな。スポーツはね、あの、うん、全然高校もそんな部活動とかできるとこじゃなかったんでね。へ、高校ね、70分授業やったんですよ。あ、そんなにコースやったんですね。そうなんですよ、ね、6時間で授業終わるのが5時半とかです。うわすごいな。冬とかもめっちゃ暗いんですよ。5時半って。え、それ何勉強するんですか。何勉強って、それも僕の算数理科社会人によって違うでしょ。普通のみんなと同じ。いやいや、みんなと同じより勉強してるんですよ。大学行くためにプラスアルファの勉強が。そうそうそう、だから国立大学、夏休みも10日しかなかったんですよ。進学コースやから。8月10日から8月20日まで。あの関大の何学部受けてる。法学部。法学部。関大の法、いやいや、関大の法学部言ったらものすごい私立の中でもトップですから。向こうの中央の法学部と一緒ですからね。ああ、そうですね。僕も関大の法学部はもう狙ってましたよね。狙ってらっしゃる。狙ってらっしゃる。狙うのはね、別にいろいろいろんな狙い方あるんでしょ。なんであのその弁護士とか刑事とかさ、法曹界にね入る。いや、それはなかなかやっぱり司法試験受かるって言ったらもうよっぽどのことですから。でも資格とかも結構持ってるでしょ。まあ行政書士は持ってる。行政書士持ってるの。すごいですね。宅建と宅建も持ってる。宅建も持ってる。行政書士って持ってる。だからこの人の代書屋が面白いんですよ。そういうことだから面白い。行政書士持ってるから代書屋面白いんですよ。行政書士持ってる話かってすごい。おばとそうやな、気象予報士も持ってるな。あのあれ、弱松さん。また難しいですよ、資格としては。気象予報士ってめちゃめちゃ難しいですよね。めちゃくちゃ難しいですよ。なんでやねん。5%ぐらいでしょ。
うん、合格率アホちゃうかあいつら。いやアホちゃう、賢すぎて話しかでええやんけ。気象予報士のあの冊子とかもさ、もう全然あかん、どれが問題か分からへんぐらい。そうですね、どっから問題か、めちゃくちゃやん、うん、もうこいつらもすごいす、ね、兄弟もおるしな。そうですね、もう俺らの理想を崩すなよ今まで作り上げてきた、あんな顔でええねや、あんな顔で理想はあんな顔やし、淀川さんみたいな師匠としか見えんの。諸閣に似てる言われたよ、うんうん、これに、似てるでしょ、そっくり淀川さん、うん、そっくり言われると本当にすごい息写し、すごいすごい、え、淀川さんじゃないですかその写真、角度がめっちゃ似てるでしょ。まやさん、まやさん、小北亭敵に回しますよ、はい、甘えた小北亭天皇お一人ですから、着物一つやるから来てくれ、ちょっと面白そうだな、見てみたい、すごいよね、似てる、似てる、着物着たら絶対もっと似てると思うわ、出囃子出てきてほしい、いやいやいや、めちゃめちゃみんな怒らはる、夜は繁盛亭スーッと、そうだ怖いよ、そうですね、確かにちょっと薄暗くて私だけかな見えてんのみたいな、客席おったら小北亭人めっちゃ動揺して神々なるじゃん、確かに、おやさん見てる、おやさん見てるってなって、びっくりした、すごいそっくりですね、まさかうちのおやさんに似てるとは、ね、なんともお会いしたのに、そうやね、そうなの、ジャクタがいいよって、諸国諸に似てありますね、こいつも会ったことないんだよね、うちのおやさんと、はい、でももうほんまに似てるよ、へ、ね、で鶴瓶さんはここまでそんな思いがと思う、そんな思て合わへんやんか自分の大学じゃ連れがうちのおやさんに似てんなみたいな、嫌やんか、会いにくい、今日墓参り行ってきたやんパッと振り見たあいつや、ほんまにお前今度いっぺん入っとけ、あの中へ。いや出てきた、怖い、怖い、だからな、もみじ寺であいつ着物着てスーッと夜行ってた、怖いやろ、いや怖いですよ、うん、なあやってほしいですけどね、どんどん似張るんでしょうね、多分、いやどんどん似張る、そうかもしれませんよね、寄せに行ってちょっと意識しやがりとね、あー落語とかね、習って元気ですか、風邪をひかないように気をつけてください、もうすぐ節分でもうすぐ終わりましたよね、めちゃ流行ってますからね今、子供だ、打てやお前本当だもう遅いんですよ、だから今打っても遅いんですよ、で免疫効く、そう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 、効き始めるの、何偉そうに打った、12月ぐらい打っとかなかったんですよ、ただ僕はもう何年も打てないですけど、なったことないですから、やかましい、子供を産んだばかりの妻が我が子を抱きながらこの子のためになら鬼になれると言いました、私は、妻の母として母親として覚悟がすごく感動いたしました、はいはいはい、そして妻は言ってた通りに本当に鬼嫁になりました、妻に豆をこっそり投げたいですまあ面白いですね、面白いですね、豆をぶつけるという、ね、そうやな、そんな投げたらえらいことなんだよ、こちらどうなるんでしょうね、妻はどんな妻なの、優子の話ですか、あの優子、そんな有名なんですか、優子さん、あの優子、あの優子さんですよね、優子、はいはい、まあの話言うた後ちょっと顔真っ赤にすごい分かりやすくなったですね、生まれて初めて言うたやろな、優子の話ですか、優子、優子はどう話したの、優子、優子はね、この近所で働いてますよ、え、なんで、はい、そうですよ、ブランフロントに、めちゃめちゃちゃんとおしゃれなところ、はい、ちゃんといたのかよ、はい、道で立ったのじゃあ、ね、2倍に立てた、会社にいます会社にいたの、はい、ゆう子はおいくつなの、ゆう子37ですか、子供産んだ、子供産みました一人、あ、ゆう子、はい、純太郎の子ですか、純太郎、みんなご存じ、純太郎、太郎太郎、はい、今2歳半ぐらい、あ、かわいい、純太郎、はい、すごい名前、純平の純、純平の純、ね、どの純平、純粋の純、純、そうですね、要純さんの純ですわ、あ、要純の純か、はい、純粋の純、純平さん、うるおう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 、純太郎、純太郎、純太郎さん、ちょっと喋るようになってきまして、面白くなってきてますね、どんなこと喋るよんの、ね、これ例えばご飯食べてる時に、うん、これパパ食べても噛めへんか言って聞くじゃないですか、はい、食べても噛めへんか言ったら、噛めへんの逆が分かれへんのでしょうね、噛めへんか言ったら噛むって言うんですよ、それはちょっと面白くて何回も言わせますけど、はい、ただ俺ジャクタ兄さんがパパって呼ばしてんねやっていうことでちょっとなんかパパって呼ばしてんねや、まあ、まだね、まあまあ、そのうちちょっとお父ちゃんとかそんな言わしてんのかなと思って、パパなんやっていう、なんかちょっと
大事やね。しましたね。大事やね。パパ大事やね。優子の話。イメージ太郎さん。優子の話です。優子の話。いい家庭ですよ、ね。結婚式三四郎来てくれた。僕がねその時がたまたまうちの師匠の三四最後の独演会の前座です。あ、まだほんま最近やんな。だから3年前俺行ったんか、ね、俺ったやんか。そうですよ、あの時だ、あの時の出番僕やったんで、で今までまあまあ師匠の独演会ですからそこで、まあ、結婚式行けないんですいません、あの出席できないですって一応お断りだけさせてもらったんですけど、そうそう珍しく師匠誰があの仲人、お父さんちゃう仲人は別なしなかったですけどね、まあ、主賓が師匠、師匠のライブはしてもらいましたですね。お 歌もたっぷりでしょ。焼肉バイキングで食べ放題、食べ放題、うん、へ30分ぐらいあったんじゃない。本格的なライブ、ね、完全なライブ、みそのの、あの大宴会場で、うん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 、親戚のカナンおっさんやか、そうそう、いつまで食べたいんやろ思うぐらいの焼肉食べ放題、うん、矢野パンさんが司会、矢野さんは仲良いんですよ。お友達多いね。矢野さんもともと松竹芸能やな、あれ。今も松竹芸能か、はい。タレントもちゃいますか。え、そうです、同じ。ね、お母さんでも一緒の、ね、うん。矢野さんの結婚式僕司会しましたしね。お互いね。そうそう。あら最近同士ですね。じゃあ、まあまあ、最近同士って、まあまあここ何年3年とか最近同士、最近同士バイキンみたいイフレンズね。こしの日本はまだ結婚する相手とかそんないてないの。言うの？いや結婚はそんな、まあね、あ、じゃあ言ってのお相手というかお付き合いしてるみたいな人は、いや一緒に住んでません。まだ住んでる、はい、え、でもそんな話出てんの？え、話か、いえ違います。米次師匠はそう知ってんの？知らないです。それ言っちゃっていい、まあまあ、別にまあね29の、まあ、まあね女性ですから好きな人がいてるとかね、はい、言うてもいいじゃないですか。いや分かりませんよ、もしかしたら米津師匠は昔ながらのあの女芸人はあの男できたらあかんっていうタイプの、まあ、まあそれはないでしょ、俺が米津に言うよ、結婚されたんだ実際米津俺やねん、どんな方なんかめっちゃ気になる。ね、どういう、はい、聞いてもいいんですか。そこ73ぐらいの人やな、ね、え、大目ですよ、ね、でどこで知り合うてんのよその人とか、ね、それ言わんでいいだろ、どこで、どこでそのあれか、あの、まあ、コンビニ、あ、知ってんの、知ってますね、はい、友達ですか。友達でもないですけど、まあ、ゆう子のことですか。ゆう子の連れですか。ゆう子の連れではない、うん、知ってんのよ、はい、あんな顔も見たことあんねん、おだことあんねん。ありますね、はい、なんかそわそわしてんな、いきなりそわそわ、今も聞かせてもらってもいいですか、うん、はい、まあ、そんなにあの根掘り葉掘りまだちょっと段階として早いかも、まだまだそんなに深い付き合いになってないよ、あ、まだね、いや、まあ、1年ちょっと長いの付き合ってるやん、しっかりと、あ、その家に来はったことあんの、家に自分が来はったよ、はい、あ、じゃあもう歯ブラシあんねん、家に歯ブラシあんねん、今一緒には住んでないからね、はい、そうそう、じゃあ歯ブラシだけ置いて、たまに歯ブラシ同士がキスしてるやってんねん、何この悲惨しろが、一番悪いわ、一日おかんの歯ブラシキスしてるとものすごい嫌な気持ちになるよ、実家で、ものすごい嫌になるよ、何この人、誰の歯ブラシか分からんやつあるからね、それ使って、でもよかった、ニオがね、とう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 彼ができて、とう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 で分からない、いつ以来の話か、いやいやいや、だからずっとできてなかったと思うよ、あの修行中なんかそんなんで、ね、あ、修行、なんかちょっと顔色変わりましたけどね、はい、いいんですかその話聞いても、はい、よろしくございますか、はい、修行中からお付き合いされてたの、いや、そんなことそれはない、はい、それはない、修行中はまた別の人、なんでジャクたちを情報するの、その、どういうことなのかよくわかんないです、今流れましたけど、今修行中は違う人、はい、言いましたけど修行中おったんよ、修行中おったん、もうまあもう時効や、時効や、でも師匠はどない怒らはんの、それは修行中はやっぱダメでしょうね、きっとね、修行中にいろいろ愚痴ってたの、まあまあ、いや、そんな修行中にね、やっぱり、まあ、あの、そらから、いや、俺らが修行中に結婚しましたからね、そうですよね、すごい、そうなんですよ、いや、って兄さんも修行中同棲してましたよ、そんな、すごい悲しい、あの大きい声で言うなよ、あの京橋、お京橋の余畳一間まで同棲しましたよ、ね、これ世界中で流れてますどこでしとんねんってみんなに、いや、ダメはダメなんですか、いや、違う、ダメもクソも、あの、なんか知らんけど、取材なんかフリーペーパーの取材をね、僕ら分かっててやってたんですけど、普通フリーペーパーの取材ってどこどこの店とか
どこどこの京橋の美味しいところなんでしょ。ベベさんが取材したんですけど、なぜかジャクタさんの家で同棲してる彼女の2人写ってるやつがグリーンペーパーで、どういうの乗ると思ってなかったからな。どういうこと乗った乗りました。グリーンペーパーでなんか取材ですから乗りますよね。4時は一晩のところで彼女と肩組みながらパドっていうパドやったかな、なんかそう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 、乗ってすごいとこ住んでましたね。僕4畳半人まで風呂なしトイレ共同、まあそんなもんやで。うちも俺も結婚した後っていうか、一緒にうちのやつが出てきよった時は人の家の2階借りてましたからね。はあ、曲がり、はあ、時代やな曲がりって。そうそうそう、曲がり今ないですもんね。まあまあ横から上がってそこで一緒に住んでたんやけどね、うんうんうん、ああ今は470坪ぐらいある誰も聞いてない、ね、具体的にペントハウスみたいな、あの5坪でいいからくれません5坪、遊びにでも行きたいな。5坪くらいで犬のあのスペースの ね、 ね、大きかったでしょ、遊園地みたいな。ね、犬も、まあ、行さん家あるなあちこちにね。ビートルズのリンゴスターが愛用したドラムをオークションに出したところ2億8000万、2億8000万、皆さんこれぐらい出すからこれが欲しいというのはありますか。いや、そんなもんね、2億8000万払うから欲しいものっていうか、2億8000万にリアリティ持てるの師匠だけですからね。2億8000万、はい、だって僕らが2億8000万出してもらえて出せる金持ってないからリアリティないじゃないですか、イメージつかない。高い買い物したことない、ね、はい、そんな価値のあるものも持ってないし、うん、思いつかないとも思わないいやでも2億8000万とかなんとかっていうことよりも、その欲しいものがあって、はいはい、それがまあとにかくもうどうしてもお金がいるとなったら、うん、思いなるもんまあまあ出すねやろな、うん、これはそうなんですかね。だから一挙でしょ、僕らはその最初の家建った時はそうやんか。まあ家はそうでしょうかね、うん、女神山の前ですか、ね、いやいや女神山や、女神山でそれで最初建てて、それからその後、うん、その女神山をか改造して、そんなんていうか増築して、あ増築なんですよ、増築してそれで造成してちゃんと、はいはい、で潰してそこをドンと建ったからね、うんうんうん、この時こういう時にまた親の家も建てなあかん時あんね、はい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 、お金いったであれは、はあ、すごい、そうですね、ただまあ今となってはね、もうどこに家があるかわからんぐらい家あるんでしょ、行さん、行さん、すごいめちゃめちゃ家ね、家すごいですよ、本当に。さっきもね話してましたけど、西新宿のマンションね、僕行かせていたことありますから、ビックス、売ってんのこのサイズっていうぐらいのでかいテレビありますからね。あと自分より大きいサイズの自分が映るわけでしょ、師匠本当等身大よりも大きい鶴瓶さんがテレビに出てるんですよ。すごいです、映画館みたいな。何インチなんですか、あれ何インチ、知らん、俺何インチは知らんわ、あんな、もうプロジェクターみたいな感じ、そう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 、ね、ものすごい映画館みたいになっちゃう、これぐらいやな、そういや、これぐらい、ってことは横2メーター半ぐらい、3メーターぐらいある、もうちょっと上は高い、高いですね、そんなテレビ売ってるのに光ってます、知らん、屋外掲示板作ってもうたんじゃないですか、広告塔みたいな、ビッグマンぐらい、ビッグマンですね、本当そうですね、ビッグマンぐらいのテレビが家にあって、待ち合わせ場所にされますよそれ、あの分かりやすいし目立つしね、本当や、すごい、いやそんなん俺全然分からへんねん、勝手にまあね、うちの人が、うちの人は、うちのやつが奥様がね、そういうのもあるんですけど、でもまあこれ流れやって、やっぱああいうもんはね、何か欲しいと思うものは、うん、欲しいと思う時に買わないと、欲しいと思う時に買わないと買えないよね、逃げちゃいますからね、逃げますよね、確かに、うん、だからそれが値段がどうこうじゃなく物やわな、これが欲しいと思った時はそうなんでしょうね、そんなある、それはこれやってる、いや私ねもうちっちゃいものをちょこちょこ買ってしまって、大きくちゃんと形に残るものを買えないんで、大人な買い物したことないんですよ、車も持ってないし、もちろん家も買ってないしで、だから一つそういう大きなものを買ってみたいんですけど、女の人ってそのファッションのバッグであったりとか、そういうちょっと自分にご褒美みたいな、うちのやつはもう全然その宝石とか毛皮とかの一切何も、だからもその時にドンと出す時はボンと出しようなんか、あすごいよね、あれテレビもね、すごい、まあ、テレビとか、まあ、家がそうやから、まあ確かにそのあの指輪つけてギラギラって全然ないですね、本当にすごくいいですね、そういうの、そんなの全然全然、まあもともと上品な方なんでしょうね、そういいところ、そうかもしれません、家が上品な方だから、そのわざわざ成金感覚ではないってことですね、出会ったよな俺と、はい、そういうことですね。よかったよかった。本当によかった。奥さんのことを褒めたらすごい喜んでくださると思わなかったですけど。こんな分かりやすく喜んでくださるかなっていうぐらい。いや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 、ほんまにそう、うん、やっぱり嫁って大事やろそれは。
あ、ゆうこ、ゆうこのことですね。ゆうこ、ゆうこ、ゆうこないですね。ゆうこのことですね。ゆうこも幸せや思うよ、それは。まあ、もうゆうこあっての僕ですからね。若くなってきてるじゃない。お家でも優子って呼んでらっしゃる。優子って呼びますよ。じゃあそれは優子って呼ぶんですか。俺も玲子って呼んでるから。玲子、玲子、玲子。違う名前で呼んで玲子になりますから、ね。絶対その神経はね。うん、お前いらんこと言う。違う名前なんか言うことない、ね。うっかりね。うっかり、ね。もうこれフミ言い出すかもあれ。そこの関係。どのフミって呼ばれてる。彼にはよあのニオって呼ばれてるの。ニオさん。なんだ。なんて呼ばれてる。フミちゃん。あ、いいですね。いいのの、まあ、いいの。お前ももういてないよ。全然おらんなんて。てないよ。消えてもだよ。あれいましたよ。いや消えてもだよ。あれいてないんですか。あれね、さあのなんかサーブでバーン飛んだ、うん。飛んでいった。そっか、前揺れた人はもうそんな時代は流れてますね。ラインオーバーしてて。もうええよ。もうええよ。やめてからちょっとあの向こうのことは未練ちょっと思ったんだけどね、これ。あ、いやいや、いや未練はでもないんでしょ。私がですか。ないね。一切ない。いや。この聞いてたらどうしたらいいですか。え、聞いてたらですか。もし聞いてたら、聞いてたら今もうちょっと思ってること言ったらどうですか。いやいやいや、それはあの、ね、もう見てないですよ、ね、女の人ってそうやねんな、これ。そうですね、スパッと言ったらね。そう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 、そうなの。なんでですかね、もうさ、そうそうなの。女の人はもう前のことは全然思わない、うん、はい、今の人がいいわけ。そうです、そりゃそうでしょうね、うん、今の人いるのに前の人がええとちょっと問題は、ね、聞いてはるでしょうかね。男はちゃう。男は違いますよね。三四郎でも割とパパッと切っていく。そんなことないですよ、そんなことないですよ。別にあるやけど、そんなあのね、そういう付き合いなんてないけど、うん、長いよ全部、はい、付き合うたら、うん、めっちゃな、まあ、付き合うたら奥さんがまず人間としてね。お友達としてね。しゃべ別に。めっちゃ悪い笑いしてる。悪い人やわこの人。アホか。いやだから奥さんが一番ねずっと長いですよね。じゃあ奥さんとそういうことじゃなく、あ、違う、友達として付き合ったら長い。うっかりしちゃった。うっかりしちゃった。すいません、ちょっとぐっしょがね。主語がなかったから。すいません。ずーっとやる。すいません、もう。すいません。すいません。おお、あ、長い。長いさん。鉛筆とがらしてきてください。あかん。今日言われる。笑いすぎてる。お前ラジオだから見えないから大丈夫か。いやでも人間関係を大事にするっていうことをおっしゃりたいわけですよね。そうそう、そういうことですよね。ほんまに尖った、ほんまに尖ったの持ってきた。ほんまに痛い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 。今鉛筆取るのはいいですけど、その時スッと手握りましたよね。今中井さん、アホなこと言うな。握ってない、こうする、こうするやろ、やっぱり。いやいや、そんな、そんなしないじゃないですか。もう今もずっと握ってらっしゃいます。え、もう何年。いや、なんで中井さんもちょっと握り返すの。二人は何年。どう、なんで、なんでより深くいくの。どういうこと。なんで長いの。長いよ。なんで、やっぱ、これは。あったかい。あったかいから。寒いからね。お中井のあれずっと思い出すね、この間から。かデイリースポーツの江戸の新聞のとこあるやんか、はい、でそのなんていうか、これはほんまにしてんのかどうかっていうのを、うん、中井が俺が見てた時たまたま中井来たから、中井にね、これはまあセクハラじゃなく、はい、これほんまにしてんのかなって言ったら、ポイントのところがこう切ってあってね、切ってあってね、はい、ポイントのところが、ね、変な足の使い方やって女の人がね、上そうなんですね、上にいたって、はいはいはい、その中井の一言が今まで残ってるわ。気持ちよさそうって。淀川さん大喜び。もう淀川さん手いや、むせてる、むせてる。ほら、ツバが気管の変なとこ入って、もう。ヤギみたいな声出して、もヤギみたいな声出せ。なあ。あれは残るわ。何が気持ちよさそうやね。女の人のそういう一言って残るよね。残りますね。あ、これ何言ったの。セクシーな一言って、ね、そうそうそう、それはその気持ちよさを知ってないと気持ちよさそうっていう、ね、だからこそその言葉に重みがあったんだね。そうそうそう、そうか、ね、何笑ってんの前田。いや前田さん、前田そんなあんま全然しない。前田さんは記憶ないですもんね、いつもね。なことない。記憶なくそんなことしたん。そんなことない、全然そんなこともない。三四郎さん何も知らない。知らないでしょ。本当やめてください。知らないでしょ。本当やめてください。何も落としないわ。ふみがかわいそうやないか。どういう顔していいのかね。清純な。でもふみもお酒飲むんでしょ。めちゃくちゃ。だってジャクタさんと飲むというか、相当飲む人じゃないと飲めないです。だいぶ飲みよる。だいぶ飲みますね。この前でも博多ではそんなの飲んでなかったやん。はい、米吉兄さん飲めへんからね。米吉兄さんいなかった。あのうちのビアの後でバーッと飲みに行って、はい、その後飲みに行った。またえ、行ってないです。行ってないの。その間でも変われへん。そう、めっちゃ強いんですね。
まあ、米岸も三四郎ほどは変われへん三四郎さん表現するんです僕は表現しますめちゃくちゃなりますから、どないなんのこいつ僕でもしょっちゅう飲み行ってたんですよああ、はあ、なんでどないなんのこいつこんなもんねもうむちゃくちゃですよそんなに全然言われへん、どないなんの何個か聞いたことあるいやそれはねその時もう要はねやからなんのやからなりますへむちゃむちゃ最低だわ感想それはわからないけれどもかなり昔なり、うちの母がテレビ局のイベントに観客として行った際、たまたま先に重いドアを開けて待ってくれてた品の女性がいて、品のある女性ね、ゆきさおりさんだったそうです。人気絶頂でも全然選ぶらないいい人だったそうです。ふぐちゃんそういう雰囲気を持つ人好きなんでしょ。もうゆきさおりさんはもう大変だと。ゆきさおりさんはものすごいあれ。ウドも好きやしな、ゆきさおりさん。あ、そうなんですか。緊張しますもん、だって実際に見ると。ゆきさおりさんね。ゆきさおりさん、もうびっくりしますもん。本当にびっくりした、本当に。あの、寺坂もそうやんな。そうなんですよ。色気っていうのはなんていうんですかね。こう包み込まれる感じ。周りではそんな人いないの、その年いっててこんな人いるな。周りには。僕らはね、言うても、まあゆきさんはあれでしょうけど、まあ、知り合いやから知り合いというか、うん、まあ向こうも名前ぐらいは知ってはるやろかあれやけど、うん、そんなん言われへんけども僕らやったらそういうのでやったら野際陽子さんですね。いやそれはね、うん、もうもちろん、うん、話は兼ねしかしまあそんなね野際さんもよく知ってるからね、うん、あれやけどやっぱ綺麗な人そばに行さんいますよ、うちは、うん、それはこっちはね、あのプロやからみんなねはいもちろんそうだと思いますせやけど一般の人の色気っていうのはもうちょっとちゃうね。また違うんですね。そういう世界の人じゃない女優さんとかモデルさんとかそういうことじゃなくて一般の人の色気これはあるやろ。それはいやまあでもねありますね。なんでしょうね、あの上品な人しか出ない色気っていうのがね、なんかありますよね。原因やからやズバリ一言その通り逆とね、そのこういうタイプの女性とか年いた人とかはいはいはい、そうです。まあ僕もやっぱりあの品のある人がやっぱり好きですよね、うん、大事ですね品はね、うん、やっぱ男って品のある人が好きやな、うん、それは大事ですね。確かに俺たまたま入ったその恵比寿の方のところで西田敏行さんとちょっと、まあ、来てって言われて行きますわ言ったけどまだ西田さんが到着されてなかったから違うとこ入ろうとちょっと西田さんが入ってから入ろう思って近くやからここ行って開けた母さんっていうねこの店ね伊藤かな子さん言うねんけどねこの人めっちゃむちゃ腹なんねんお前なんておい、いいところでちょうど隙間ちょうど隙間のところでほらもう腹じゃないラジオに乗るぐらいマイクに乗るぐらいのなんか音でしたよあなりました今やったわ全員があ俺かなと思うよぐらいの私も自分かなって一瞬思ったぐらいみんなやったんちゃいますみんなでなったんちゃいますすごいグーいやいやそうそう、ね、伊藤さん伊藤かな子さんね母さん綺麗よこの人この人ってこんな店って言ってでまた来てちょいちょい行くようになりました。普通の店は美味しい。もう伊藤かな子さん。そういう人はもう若い時からずっとそうなんでしょうね。そうなんですよ。ご主人が、あの3年ぐらい前にお亡くなりになったんかな。ああね、またこれも、ね、それがいい。俺の時代にもそんな思ってまあまあ、まあ、分かる関係ないけどもね。うん、そうやけど3年ぐらい前にお亡くなりになったという、やっぱそこの悲しみを背負ってるというね。いやでもご主人の友達でご主人のことがめっちゃ好きやね、うん、それを俺ちょっと話しあんねんけど、なんでまあまあご主人の思い出がいっぱいあんねんねそこの店もね。でお前が寂しくないようにっていうんでその店をもうまあね続けろと自分があるんだけどやらはったんやけどもそれのその内装した友達が来たはんねん。でも友達もそのちょっとあのその人のこと好きやねん、まあまあまあ、あ表出さへんけど何の独身やからね、うんうんうん、それがこっち見えるわけよね、うんうん、好きなんやろ言ったら、うんうん、はいって言うとってへーすごいモテはるんですね。モテまあまあ普通一般のあれ、うん、もう全然普通に綺麗ね。へおいくつぐらいの方なんですか。52言ってたあそういう人にちょっと叱ってほしいですね優しくねあ優しく叱ってほしい悟されるというかね、はい、なんかそんな感じ厳しく叱られるのも嫌じゃないですか。あそうですね叱ってくれてるんですけど、はいはいはい、優しい、うん、どうなのそういうのはみたいな、ね、あのそうそうそうかな子に叱ってもらったよねかな子にね
かな子にそのぜひちょっと、はい、いや言うときますけどこの人びっくりするぐらいの女好きですからびっくりするぐらいの女好きお前もやでラジオやでそれ楽屋話ですよ昔からの仲なんで言えますけど昔からびっくりするぐらいの女好きやめないよしなさいもうよしなさい負けるか上品いやいやそこもおかしい賛成するのはおかしい賛成はおかしいです上品な感じですけど女の人ってやっぱいいやんかはいはい、でもびっくりするぐらいおっさん嫌いやもん俺おもろいいろいろ絶対男の人よりも女の人が嫌やなそらそうですだから今日ねあの靴80足取ったら25歳の男の気持ちがわからんもん後つけていってそのおっさんの靴家で80足置いてたってすごいです臭いやろそれがいいんでしょ臭いそれが好きだったんでしょで25の男がおっさんの聞いただけでも腹立ってるまだそれやったら速攻で寝てるおっさんの方がまだねまだあのおっさんまだ理解ができるのかないや理解はできないけども犯罪だけどどちらか犯罪だけど両方ともねあかんねんけどねあかんねんあかんけど知れたもんしか見えへんよ知れたもんしか見えへんちょっと何やろなっていうもんやけどそれよりもまだねあの靴は意味全くわからないあれ何やの不思議ですね聞いたけどペコちゃんずっと集めてる人もんねんな捕まったんやねあ、なんのこっちゃねん。そういうなんか集める趣味のね変態な人がね、ちょっとなんか違いますよね。集めるってそんなけどさ、なんかそんなあんの？割とそのいや性的な収集癖というかね。いやそのなんか収集癖とかも何にもない。俺全然ないわ。僕も全然ないですよ。なんか集める。ないな。なんかニオちゃんの方がなんかコレクションしてそうですね。私ありますね。シール好きなんです。シール。シールね、あの誰かのとこに貼ったやつを取ってきてその匂い嗅ぐとか。性的なやつじゃないと言ってますから。でもそれ繋がるところあるからね。果物についてるシール好きなんですね。メロン。可愛いんですよシール。果物についてるやつ。はい。リンゴとか梨とか。丸ね銘柄みたいなのとかね。それをすごい集めてて値段はちゃうやろ値段はちゃうんですけど内閣総理大臣賞みたいに書いてるようなどんなこと書いてあるのそれだったらリンゴやったらあの富士とかでもその富士の書き方がまたちょっと可愛いねこうなんかやっぱリンゴがこうなんかこうあってみたいなほんでまあ富士って書いてあったりそのシールの質とかもやっぱりすごいあの好きなちょっとあの箱押ししたような金色のねこう枠取りがしてるとかそうなんです家にどんな人置いたのファイルすごいそれはすごいいろんなも集めてそうな気するもんいやそれぐらいなんかでも場所取らなくていい追加で45種類ぐらい持ってますすごいな銘柄が違うんですか産地産地銘柄 JA によって違うんですか何によって違うんですか銘柄だけ銘柄です銘柄俺も全国回ってるから持っていこうかはいそんなものまであってそんなものまで持ってきてくれるんですねすごい可愛いですよねすごいですねちょっと見てみようふみシールやでありがとうございます新規に届けに来るつかなあかんねやろそれはそれはでもまあノリつけたらええもんねはいもう一回ノリつけるそんなんあんの私はもう今止まったんですけどちょっと前までご当地キューピーをめっちゃ集めてありますねなんかでねるかもしれない今ちょっともう袋にマヨネーズのそうですのあのちっちゃいキューピーちゃんのご当地でいろんなんがあるんですかぶり物していたりですよね三重県だったら伊勢海老のかぶってたりとかそう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 それ200個以上ぐらい動くの動かないですよいやそうです変な動きなんかおかしな音が動かない動かない動かないです頭が動かないですね多分動かないですからね動かないですね前田はなんかそんなあんの私はあでも写真あの日本酒の銘柄の写真を携帯にすごい集め入れてるんですけど日本酒が好きやでいやでもね8000枚ぐらいあるんですよすごいなすごいベロベロに酔っ払ってても写真撮ります写真撮ってますよねどの酒が好きやのねこの頃はハマってんのは今ハマってるのはアラマサっていうお酒が好きですしあとは日高みっていうお酒とか本格的やなアラマサ日高東北ですね家行ったらグイ飲みがいろんな種類あるいっぱいあるんですよあるやんグイ飲みやないかも福ちゃんはなんか集めてんの私は国語辞典ですあそうやそうそうそう
ヤフーオークションとかで買っちゃいますね、じゃあ本当に珍しいやつを買うっていう、はい、明治に昭和24年の流行語の辞典を行いヤフーオークションで、だいたいおいくらぐらいですか、それは6000円ぐらいしました。あ、なかなかするのね。買いましたね、このぐらいの薄い本でしたけど状態が良くて、非常に嬉しかった。全くないないな、場所取るんですけどね。ただ俺は、まあ、変な、まあ、マジなこと言うけど、その自分でずっと書いたノートがあるんだけど、はいはいはい、それはもう何年の何月何人何喋ったって書いてるんだけど、これはすごい、これは自分マニア、自分マニア、自分のここでこう、だから、ね、それが分からないとその同じとこ行けないのよ。だから例えば枚方へ行くと、枚方の市民会館でやったことをもうそれは何10年前の人やからけえへんで、けえへんけど絶対枕からも同じこと言わない、同じこと言わないっていうね、言わないでそこへ入るっていう、ネタももちろんのことね、枕は とにかくこう新しいものをしながら入ろうとするの、それはもう調べてて楽しいのよね。えでもそれはということは、その舞台とか終えてまだ書かれる時間があるってことですか。まあそうだね、もう舞台から終えたことの方が書くわ。だから、はいはい、まあこれぐらい、まあマジになるけど、これぐらいのことを話そうとするってもやっぱりターパイになるから、はい、やっぱりどこを削除しようかもって見てるわけ、いつも、ね、長くなったらいかんから削る作業、ね、削る作業をして、で喋るやんか、喋ったら喋ったやつだけ丸つけてるから、そこは削除する。なるほどなるほど、それで書くっていうの、だからそれをまあ見てたら別にそんなんね、せんでもええねんけども安心、すっごい安心ですね。今日たまたま今度枚方行くから、あれパッと開けたらもう何年から、2000何年だろう、2005年からか、2005年で喋ったこと書いたんだよ、6年も行ってるわけよ。すごい。で2005年 6年が三代目賞と二人会、二人会ということはないけど、僕も二席、三代目賞も二席やから、はい、もう二人会なんか要せん言うて、三代目賞の会に二席やらせてもらって、それも書いてるわけよ。ほんで文子 の、はいはい、文子師匠の追善の時も枚方であって、はいはいはい、それもすごく書いてんの、ね、そういう昔やったやつが出てくるのがもう気持ちいいのよね。何冊ぐらいあるんですか。それはもうめちゃめちゃある、膨大な量でしょ、ね、だって40年分あるってことでしょ。そう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 、すごいですね、すごいな。いやだから鶴瓶話なんか40年分ぐらいあるな、はい、すごいですね、だからでもそれもう本当に整理しとかんとあれですよね。だからパソコン違う、遺品整理いう意味じゃ、それは師匠被害妄想ですよ、ね、ちょっと鉛筆ちょっと分かった、ちょっと鉛筆ちょっと多いの、うちの師匠、うちの師匠いてんねん、整理しとかんと分からんようになりますよね。うちの師匠がいとんねん、ね、整理しとかんと引っ越し多いからね、どこの家にもう行くせえわ、ま、どんだけ広く、だからそこの対の住処にちゃんとあおうか、でも資料として価値がありますよね、それはすごく、そう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 、だから鶴瓶秘宝館書いといて、秘宝館って、まあ、そっちの情報もあるかもしれないけど、でもなそういうのはすごいよね、これ嬉しいですよ、いやそうですよ、ずっとそのノートで、いやでも豆な方はね、いやでも自分のことしかせえへんよ、そら、自分のことで安心する。今までの番組全部録画してやるとかないんですか。そんなテレビとかも一切そういうのないな、テレビなんかは捨てるもんやんか、ずっと長いですね、そうやって喋ったらもう次するもんやけど、それはもうないわね、そんな書いたらキリないやんかこれ書いたらキリあれ、そうですよね、あの優子の話ですかとか書いてもらって何年か経って分かれへん、ね、ジャクタ優子の話ですか、優子って誰やみたいな、なんだろう優子って誰やったそんなんあるやろ、でも自分でやってるやつは、あデモがありますね、デモあるやろ、はい、だから分かったら安心するやろ、そうですね、しばらく見てなかった、久しぶりに見たら、あこんなネタもあったやん、そうそれはせやせやせや、ね、あんねんあんねん、匂いはどないしてんねん、そんなんないの、まあ、リンゴとかそういうのシールはシール、まあ手帳に変えたりは、あでもそういうことですよね、ますからね、まあない、僕はあの iPhone に全部入れてます、あの今日喋るの全部箇条書き、だから師匠のメモが僕はあの携帯にでやってる、みんなやってるんです、ね、これはうちの師匠がやってたんでやってるんですけど、だから枕どこどこで何月何日何喋ってネタ何何っていうのを全部パソコンに入れてるんですよ、で事務所の高田さんって方が管理して何そのなんか紙みたいに印刷して師匠に渡してみたいな、全部データで残してる、これは全部自分でしないと気済まない、へえ絶対全部手書きなんですもんね、全部手書き、手書きですから、ね、すごいですよ、もうだからもう出来上がだから A スタジオでも全部書くから、出来上がった瞬間ほんまにちょっと
えって思うぐらい嬉しいよ。達成感がね、喜びをちょっとずつちょっとですね。そう。A スタジオで全部書かれてるんですか。書く書く。で取材行ったとこをずっと自分で書いて、でラストをどこにしようか何パターンか書くっていうね。うん、だからそれはで途中で帰るやんか、あこれよりもこっちの方がだから何年ぐらい前に、はい、そうやな10年ぐらい前に喋ったこの人のこのセリフが絶対ええと、うん、これラストに使おうって思うんですよ、うん、全部雑誌見て、あそうなんすこの人が自分のことこう言うてると本人も忘れてるやろと、うんうんうん、でもこのポイントはええなっていうのを書き上げるって、すごいな、うん、のそうすると本人も俺あれ10年ぐらい前に言うたん違うかなと、うん、俺の言うたことこの人知ってるみたいな、はいはい、なるわけやね、で終わって喜ばはるよ、はいはい、ってあんな雑誌ものすごいよその量から全部見んのへー下調べがすごい、うん、すごいですね、だからあんたできんねんからね、準備があるからですよね、凝縮されてるんですよ、凝縮されてんねん、ずっとやっていって最後にそこへ来るって、そうそう、だからもう本当に人がくれた資料そのまま読んでるわけじゃないですからね、うんうん、全部自分で飲み込んでってやつですよね、うん、だからえー、っていうようなんがあんのよ中に、ほろええ言葉やなっていう、あれねインタビューってインタビューさされて自分がポソッと出て出た時にすごいいいこと言うてるっていうのがあるのよ、確かにそういうの、ね、でも本人は言うたけど忘れてるやんか、うんうん、それをこっち側が思い出すっていう、うん、思い出さすやんか、なるほど、うん、へえ、うん、全然やってないですね我々は、まあでもアナウンサーさんでも時間があれば、まあ、見といた方が安心っていうことはあるけども、うん、なかなかその作業がなかなかだからどちらかというと自分の言葉で何かを伝えるという、ねまあ、言い換える仕事が多いのかもしれない、俺らはこの人のことを全部知って喋らなあかんっていうことやから、うん、うん、すごい努力の、ね、いや努力やなんか好きやねん、だからそこが変靴集めてんのと一緒やねん、なるほどね、うん、一緒ですね、まあまあ靴集めてるの一緒にしちゃったらね、うん、全く一緒です、いやいや打ちなくな全く一緒やね、目打ちなくなるけどここやって捕まって歩いてやねん、ものすごい雑誌のインタビューの中で見つけた時の瞬間、あ宝探しみたいな、ね、うわこれやわ、うん、この人はこれやって、でそれを発見して言うて、まあ、裏で聞いたはんのパッと見て向こうパッと泣いてはると、あやばわかったっていう感じ、通じたっていう感じ、へえ。俺のここが通じたなっていう感じで、すごい、うん、だからそれは努力言うとあれやけど、まあ、もう手作業やな、うん、そんなパソコンでは無理や、まあ、そうですね、インターネットでも載ってないようなことが多いでしょうからね、うん、そういうの、うん、すごいですね、これはもうすごい気持ちいいのよね、へでももうこんなん言うててもそれは誰もできない、できないって言うとあれやけど、うん、その作業は一からこうしようと思ってやってる自分の作業やから、うん、マジで同じことはできない、昨日今日やったわけじゃないですか、ね、そうそうそう、40年やってる、重ねが大きいですからね、いろんなことをやる、それの流れですもんね、うん、面白いよそれは、すごいな、おがんどき手合わし大名人手合わし大名人大名人は鶴瓶さんハワイで会うのを避けた和田アッコさんが酔っ払って友人に送るつもりのメールをツイッターで公開してしまったそうです、その内容は、パンハどんな意味、パンはということどうですか、ね、パンはどんな意味なんでしょうという意味不明のものだったようです、うん、で真面目な内容だったら大変だったんでしょうね、うん、あこのパッと人に送ってしまうのあるよね、うん、メールを、まあ、よくね最近は特に話題になってます ね、間違ってそのツイッターに出しちゃうっていうのはね、写真なんかでもね、気をつけてますよ、うん、やっぱりお酒飲んでツイッターもいや本当に危ないんじゃないですか、酔うたら、ね、飲んだら電話するやろ、あれと酔うたら電話する、飲んだら書くな、書くなら飲むなんですからね、今日はツイッターなんかにね、飲んだら書くな、書くなら飲む、それはそれしかない、違う他にはない、ツイッターですよ、ツイッター、書くなら飲んでも書けますけど、ツイッターに書くなっていうこと、三四郎さんの師匠である文枝さんが道後温泉の観光 PR を担う大使に任命されている、はいはい、そうなんですか、いろんな大使やってらっしゃいますから、そうですね、淡路島ピオーネ大使もやってらっしゃいますし、淡路島大使もね、淡路島の大使もって言ったら、鶴瓶さんはそういった大使になってほしいというのは来ないですえ、大使はあれはまあまあどうなんでしょうね、それやるよって言ったらいくらでも来ると思いますよ、全国から来ない来ない、ね
来ないもん。いや、それ、まあ、あのやるよって言ったら多分来るんちゃう。1個なったらもう全都道府県から来るんちゃう。来すぎてウキさんで止めてんじゃん。ウキ来てないか俺大使。来てますよね、なんとか大使。絶対来てると。ウキさん来てますよ。来てんのか、お前。来てない来てない。お前来てない。全然来てない。いや来てるでしょ。一個も来てない。来てない。全く来てない。来てないな。来てない。来てない。それもちょっと悲しいけど、ね、なんかありそうですけどね、うん、ありそうなんだ。裸の大使、そうそう、裸の大使、大将じゃない、誰が言ってくるんだろう。ヌーディストビーチの観光大使とかですか、お風呂屋さんとか。2月はバレンタインです。最近ではおよそ4割の男子がチョコをいらないというアンケートの結果が明らかになるほど、ね、僕は欲しいです、ね、確かに。でもいらんっていう人多いですね。チョコレートめっちゃ食べますから、女性の方が食べますもんね、割とね。確かにそんなにいっぱい食べれるもんでもないでしょうし、福島アナにはた毎年たくさんのチョコが送られてくるでしょうが、一つも来ません。ああ来ないよね、一つも、ね、本当に来ません。一つもってことないでしょ、まあ、過去に何個か来たことはありますが。いや僕は昨日も、昨日たくさんもらいましたよ。もう、あの、そうですか、たくさんもらいましたよね、うん、全然来ない、うん、ねえ、アナウンサーしても結構こう、あるよね、各社がね、はい、もういろんな男性アナウンサーのとこに山積みになってるんですけど、私のところに西さんなんかね、見せたん、見せたん、まあ、なんていうんですか、そうなんじゃないですか、多分見せてらっしゃるんでしょう、ね、西さんだけ配ってくれるもんね。そうですね、西や、西京さん来んねん、はい、結婚してからパタッて来なくなったらしいです。わ、かりやすいな、そう、そうらしいです、おっしゃってました、すごい、そういうもんなんですね。ちょっと凹んでは、今年こんわって今年こんわって。大吉だ、どうやろう、大吉さんはよく来ますね、金山さんもよく来ますし、男性から来る場合が結構あるみたいですね。金山さんは男性からもチョコ来たりするんですか、というアナウンサーもね、ちょっといますね。チョコはあげるんですか、その彼に。手作りとかしそうな感じやな、なんか。確かに手作りしますけど、あげます。あげます。はい、でお兄さんにも今日で、ああ、そう、ああ、もらいましたね。後輩からもらってちょっと恥ずかしいもんでしょう。まあまあ、女性としてやってるのかな。でもまあ、ニオの場合は本気チョコですからね、大体私は。そうですよね。まあ、いや、でも尊敬するとかいうことですよね。はいはいはい、だから師匠にももちろんね、あげたいけど、まあちょっと逆に、ね、格が違いすぎてあげにくいかな。ノーだよ、ノー。はい。あれ、だよ。あれ、小声で買いますね。僕でも、あの、嫁はんにチョコレートを買うて行ったりましたよ。バレンタイン、バレンタインで、あのなんか嫁はんってあの、あ、優子のことですか。いや、百貨店の上の方に今日のキーワードありますよ、ね、バレンタインコーナー。これなんかあの、まあ、時代っていうか反映してるというか、ね、安心してください、ギリチョコですっていうのがあったんですよ。あ、なるほど、チロルチョコみたいなやつね。で、これも、ね、ええわ思って、はいはい、ちょっと多めに買うて、で、もうこれあげる人にあげたい、あげたい、あー、なるほど、なるほど、奥さんのチョコレート仕入れて、そうそうそう、仕入れてあげた。俺が一番好きなのは、富士屋のね、あのね、ピーナッツ入ってるあのハート、ね、ハートチョコ、あれがうまい、また大量に来ますよね、あれ一番うまいわ。来年あたりね、送られチョコレートね、あんまり高いチョコレートいらんわ。僕はブラックサンダーですけどね、ブラックサンダー一目でちょっとわかるチョコね、1個30円のこれくらいちっちゃいやつで、なんかアーモンド入ってるんですよ、絶対好きです、絶対好きです。あ、ブラックサンダーめっちゃ美味しい。めっちゃとした感じ。昔からあんちゃいます？師匠の時代はないからさすがに。おかあるわ。俺ね、チョコ、ギブミーチョコ。ギブミーチョコ。GHQ のじゃん。フラッシュの新人、フラッシュ、フレッシュ、フラッシュやな。フレッシュ。新人アナウンサー特集に藤林と玉巻アナが写真で載ってました。あら、そうなの？藤林あれあかんわ、あれ、なんでですか、ニュース読んでる、ね、見方がね、かわいい顔してんの、ニュースやの、そんなに気づった顔してないですよ、ものすごい気づってたよ、ね、本当ですか、どうしたの、一生懸命やってるんですけど、これ藤林やんな、あのそんなにまだ緊張しちゃう、そんなにくるぶしみたいな顔してないですか、くるぶしって、くるぶしみたいな、くるぶし何にもないじゃないですか、くるぶしみたいな顔してんじゃん、玉巻アナの写真が載ってましたが、でも森本アナは乗ってませんでした、男やからね、男子アナは本当に注目されませんからね、まあまあそうですよ、まあ、いいんですけどそれでね、うん、もう先日エベスさんの時も藤林アナと玉巻アナは、うん、ホエカゴに乗ったけど、うんうん、
森本アナは乗ってないそうです。下で担いでたんですよ、ね、担いでたね。あらまあ、そういうもんですね。まあ男やからね、まあ、ね、これはね、同期だからより辛いと思いますよ。私の時は同期女性いないですから。いや、男性は辛ないやろ、女子を、ね、まあまあね、それはも当たり前だとは思います、ね、でまあまあ役どころが違う、違う男性がそこに声かかり乗ってたら何やまあ、ね、なんで俺だけやねんってあるかもしれないですけどね。なんか今だけやねん、そんなやっぱり注目される時に頑張らないと。まあそうですね、確かにそれはあるかもしれません。今だけもう芸人もそうやんか、そのね、もう注目された時に頑張らないと。注目された時に頑張らない、タイミングを逃しちゃいけないですね。そうやね、うん、こんばんは、タレントの、松本明子さんが昔テレビ番組で被害な放送禁止用語を3回叫んで2年間干されたと語っておられました、うん、そういえば、そういえば鶴瓶さんも被害な言葉はヤンタンで言って、お休みされた時期がありましたね。今は立場もあるし、ものすごく真面目な話をされることもあるので、そんな心配ないかと思いますが、時々猫の鳴き声や馬の鳴き声が急に入っていますけど放送上ね、もしかしてそれは言ってはいけないことを言ってるんですか。いや、そういうことではないでしょうね。たまたま猫、たまたま猫とか馬がおったんでしょうね。そうそうそう、やっぱシーズン、まあ、演出の一つですし、はい、演出の一つ、それは別にそういうことではない。不動点みたいなもんかな。そんな好きやねんな、あれな、馬がね入ってくると、たまたまね、すみません、いやでもまあそうやな、思いっきり叫びたい時あるよね。あるんですか。あるんですか。ありますか。危ない。あ、今だけじゃ、ね、いいですよ。いやいや、ダメです。いけません。それは師匠はね、だってもう師匠はね、あの叫びたいって言うんであれば、僕らはもう耳をつぶりますよ。いやいや、別にそんなやらしいことじゃないんですけどね。ああ、うん、ではない。願望っていうことですか。うん、だから叫びたいっていうことはありますよね。うんうん、あ、そういう時はどうされるんですか。結局モヤモヤのままなんですか。そう。ほか車の運転してる時とか一人の時にね、ああ言いやすいですよね、そういう時はね、ファンからの電話にも丁寧に対応していると話されてましたが、僕も若い頃失礼な電話をしたことがあるんです。めぐみさんが、めぐみさん、あのめぐみさんですか、結婚することが決まって、なぜか僕は直接関係ない鶴瓶さんに電話しておめでとうと伝えといてくださいという電話を、どういう考え方、そんなこと言ったら普通のタレントは怒るんじゃないですか。でも鶴瓶さんは違いました、もし会う機会があったら伝えますからねと答えてくれた、どんだけ優しいんですか。目の奥は笑ってないとか作られた笑顔とか言う人いますけど、キングは本当に優しい人でした。あの時失礼な電話してごめんなさい。なるほどね。すごいですね。いやでもすごいな。いわゆる神対応ですね。うん、そうですね。だから時々自分で車乗ってね。ほか。めとんか。いや今日はジャクタとニオが、はいはいはい、前田が途中からね、すいません、お邪魔しました。裸ではありますね、ちゃんと服着てます、当たり前です。どうでしたか、ジャクタ。いやもうずっと聞かせてもらってたんで、ほうほう、嬉しいですね。またちょいちょい来てください。はい、ぜひぜひ、お願いします。お前今へこいたんじゃん。今日ひどいな。違う違う、お腹周りが大変。こんな密室でそんなことするわけないでしょ。お前ブー言うたな、言うたよ。違う違う、ジャクタさんがお礼した時に椅子がなったんですよ。いやそんなお前、いやそうだ、あの先輩の喋ってる時に平国ってこの密室で、いやいや、まあ、音聞こえたな、はい、せえへんけど今するわけないでしょ。僕も言うても12年やってます、礼儀分かってますよ。お腹は知らないですね。あ、ね、ニオはどうやった今日は。楽しかったです。ちょっと漏れてる感じ。ジャクタが今度十何日、はい、2月17日水曜日に繁盛亭で6時半から、ね、この4人の会ジュニアという会がありますので、ジャクタからこう立ってください、はい、それとニオ、はい、が、私は3月23日水曜日道楽亭 で、 楽亭で、ね、はい、自分のお勉強会をやらせていただきます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。